皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。今回のテーマはスズメバチ、アシナガバチ対策です。それでは詳しく紹介していきましょう。今回紹介する商品はこちら、アースハチガホイホイ捕獲器です。それでは詳しく使い方を紹介していきましょう。この商品は吊るしておくだけで蜂を誘引して捕獲することができます。それでは詳しい使い方を紹介していきましょう。まずは箱の中から商品を取り出していきます。誘引捕獲液を開封して下容器の中にすべて入れてください。下容器に示されたラインまで水を加えてください。蓋の部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。蓋と下容器側面の三角マークを合わせてはめ、蓋に記載された回すという印字方向にカチッとはまるまで回してください。付属の吊り下げ紐を蓋の上部の穴に通してください。注意喚起シールを下容器の側面などに貼り付けてください。蜂をよく見かける場所に吊り下げてください。驚くほど蜂が取れる5つの秘密。1つ目、蜂の大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りが素早く蜂をおびき寄せます。2つ目、蜂が入りやすい大きな2つの入り口。3つ目、蜂は足場があると降り立つ習性を取り入れた形状です。4つ目、入ったら二度と出られない形状です。5つ目、長時間効果が持続されます。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。